坂戸式ゆらゆらダイエットの坂戸隆ですこのコーナーは毎週美しい人輝いている人をご紹介します本日のゲストは料理研究家の山田明子さんとエステティックサロンルソニアの柴岡幸男さんをお迎えしております本日はどうもよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますまず、えー、お二人ですね、はい、あの非常に美しいんですけど何か秘訣があるんでしょうすごいねあの。<laughs> リスナーの方には見えませんけど服装もすごいなおいしいものを居心地のいい友達とおいしいものを食べておいしいお酒を飲んであのなんでしょうすごいポジティブな話をするという感じいいですね一番まずあのじゃあ山田さんの,あのちょっと簡単にねご紹介をさせてもらいたいんですけど。 料理研究家っていうことで、あの今二冊目の著書ですね。あの、ルクエカフェの五百キロカロリー。この本。あの、この間出された、七月にね、出されたそうなんですが。小学館から発売されました。あの、私もね、山田さんと知り合いになって、ルクエっていう。あの、調理器具。はい。シリコンスチームですね。使ってみたんですけど、あの、非常に。 なんか商品の宣伝みたいなっちゃいますけど非常にねあの使いやすくて簡単であの食材ねあのそのルークエっと器の中に入れて電子レンジでそうねやるだけで健康的ですよねそうですよねすごいアンチエイジングになるかなと思うんですよもうあの長年に買ってきましたね長年ギ切ってあの入れてルークエの中入れて電子レンジでチンして それで味噌つけて食べてそれがすごい美味しいんです美味しそう。素材の良さを生かすんですよねそうですね普通だったらあんなにね、味残らないですからねあれはちょっとびっくりしましたまあいろいろちょっとやってみたりとかキムチ鍋作ったり、この間してみましすそうなんですか、すごいいろいろされてるんですね嬉しいです、使っていただけてそういう今なんか販売のお手伝いみたいなのもねちょっと料理と絡めてそうですねやってらっしゃるぜひなんかもっと6名を皆さんに知っていただきたいなと思って 今やっぱりなんか太ってることよりもなんか健康的に痩せていった方がいいんじゃないかなと思うのでルクエを使うととても簡単にダイエットとかもお手伝いできるんじゃないかなと思って皆さんに知っていただきたいなと思っているんです。 あれあのぐらい簡単であればちょっとやってみようかなってそうですよねなんか簡単なので毎日続けることができるっていうのが大切ですよね器一個でいいんで洗うものまな板包丁あとその器だけっていう風に意外に男性向きですよね簡単ねあれはすんごいいいと思いますね。普通だと鍋洗わなきゃいけないなんか盛り付けもしなきゃいけないからお皿も洗わなきゃいけない電子レンジですもんねそうですよね非常にあれはすごいなとあとあの えっとお二人はすごいね仲良しで、あのいつもお会いするたんび必ずお会いしてるんですけど、多いですよね。一緒にご飯食べたりとか、なんかサクサクしてるので楽なんですよ。サクサクしてるんですか。サクサクという、なんかあのなんでしょう前しか向いてないので、やっぱりなんか敏腕女社長だなと思うんですけれども、やっぱり二十店舗エステやってお店やってらっる人ですね。私もお世話になってますっって、そうなんです。はい。あ行かれてるんですね。うちのエス テックサロンのオピニオンリーダーみたいな感じで本当にすごいですね。はい。じゃああの美しくする秘訣はそこにもあると。あ、美しい人はより美しく。より美しく。はい。はい。あのそろそろですね。はあの時間となってしまいました。はい。あのまだまだたくさん聞きたいことあるんですが、えっとまたですね。あの来週もねいらしていただけるってことなんで、ぜひまたあの続きは来週あのお聞きしたいと思います。はい。はい。 本日のゲストは料理研究家の山田明子さんと、美脚マイスターの柴岡さんをお迎えいたしました。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。したお相手は坂戸式ゆらゆらダイエットの坂戸隆でした。